皆さんこんにちは。今回はアニメ影の実力者になりたくてアニオリ水着会の第8話に対するネットの反応、感想を紹介します。では、ご覧ください。ニュー拷問大好きだしな。俺も拷問されたい。ニューの本性がどうだとか言う話じゃなくて譲ってもらった可能性もあるのに悪い対応したら三つ星の評判落とすだろ。正直に偽作編の出来良くて満足しちゃったから1話くらい日常会でも何も不満ないわ。ニューはシャドウ様のこと大好きなんだな。掛け実でも妄想してたし。よくネタで作者の人そこまで考えてないと思うよとかあるけど、この作者はその場面白ければいいって感じで本当に深く考えてないと思う。ちょくちょく見かけるキャラが覚えられないって人にはいいキャラ紹介会になったんじゃない？アルファからデルタまでの4人しか把握してない人とか結構いそうだったし。ギャグとシリアスをミックスさせてアニメ1話30分構成なんてやってるアニメ他にないわな。アプリへの童貞を引くのが目的みたいな回だしな。原作の話見たい人は最初から客じゃない。なろうで読者の反応見ながら話書いてたとトロしてたから作者は本当に深く考えてないよ。マジで劇作家みたいなやり方だし普通の作り方ではない。ファンサービス精神あるね。サウナに入ってたのってアレクシアかな。 C パートの冒頭サウナでスパーって音がしてたからひょっとしたらそうかもって思ったんだが。深く考えずその場のノリでアニメに気まで来れるのはある意味才能かもな。本筋と関係ないファンサービスかい。キャラ崩壊させてギャップで楽しむのが正義だけど、こういうのって基本は円盤特典だよな。円盤特典という人、何人が本当に円盤購入してるの？1期は全巻買ったぞ。2期も買うつもりだ。円盤特典じゃ見る人減るし、ファン層広げるためにもこういう会は必要。ひょろ、じゃが視点だとニューを誘ったのに、知らない女たちがデートしに来たという意味不明な状況だったんだよな。あいつらは気にもしてなかったが。一般客視点だとそれはそれでカオスだろうな今回。1話でイータが竜の涙がどうこう言ってたけどこのアニオリの伏線だったのかな。しかし話自体はしょうもなかったしエロ回と歌う割にはクレアやローズがいなくて中途半端だったし、吸血鬼編の内容削ってまでやる必要はなかったか。やっぱ主人公いてアンジャスコントがこの作品の見どころだと再認識させられた回だった。ゼータとデルタは対決するために必要として、ベータは何もしてなかったしニューと入れ替えの方が自然だったかもな。ギャグ長とはいえロロジャガがシドのチケットナチュラルに盗んだのはちょっと気になった。友人のもの盗むなんて仮にも貴族のすることではないだろ。そもそもなんで6枚もあったんだろ。最高の回だった。普段と違うエロ回は必要だわ。登場人物が未成年のため色も飲酒も厳禁です。年齢明かしているから回避不可。異世界フィクション定期。現実世界でも国ごとに法律バラバラ定期。エリザベートとメアリーなんか楽しんでるな。エリザベートは力が減ったと言ってもまだ相当競争。原作者書き下ろしのアニオリがファンを喜ばせようとサービス精神旺盛で本当に笑えたし楽しかった。で、今回の温泉ランドはいつどこにオープンするんだい？どこかとコラボするんだろ？そうなんだろ？とりあえずシャドウ様が好き勝手するからこのアニメは面白いんだと思いました。原作者書き下ろしの回だがなんか露骨に反則のために書いてるからかマジでつまらない。 ED クレジット見るに今回原作者はストーリー原案で脚本は別みたいだな。ニューのキャラも態度もおかしいと思った。確かにニューが急にやからになってて違和感がすごい。お前絶対そんなキャラちゃうやん。ベータのドスケベボディがエロかった。長島スパーランドか優先寺の湯かな。ベータに干潮するイータ。666と665と664がハブられてたのも謎だ。平社員は休んじゃいけねえのかよ。ブラックだよ、シャドウガーデン。童貞ボーイ伯爵好き。偽作編の出来はそれまでの話と比べてもすごいからな。あれ超えるのは難しいってもんさ。
ニューは原作だと敵なぶり殺しにして翌朝町のど真ん中に死体ざらしあげたり普通にヤバいキャラだぞ。オバロでゆかる町なるものがあったら一番低そう。情報引き出すための拷問が必要ならシャドウガーデンのメンバー全員それぐらいやれる覚悟なんでは？シェリーちゃんとローズ先輩がいない。ローズ先輩いたよ。4期まで行けば可愛いモブ女子が増えて兄よりやるにしてもマシになるはずさ。悪くはなかったけどこういう話は BD 特典に入れたら良いんじゃないかなって思いました。てかアニメートルイータもスクリプト爆撃食らってたんだな。2日くらい読んでなかったからびっくりした。ニューよりもニューの方が可愛いな。七影の出番、主にアニメではほとんど出てないイータの出番あったし、何が不満なのやら。正直本編は原作でもう分かっているので、緩和旧題として書き下ろしアニメ挟んでくれるのは素直に嬉しい。みんな父でけえな。モードの作品も父でかいキャラばかりだな。ヒン父は死んだ。まさかの水着かい。シャドウ様は私と、いえ私たちとみたいなセリフ好きだわ。すごい魔力がとか言ってたから無法都市の吸血鬼二人関係かと思ったが、そんなことなくその後の生活も楽しそうで何よりの姿が見れただけだった。舞台は常磐ハワイアンセンターのようだけどさすがにコラボイベントまでは厳しいか。イプシロンの胸がこの水着のデザインじゃ漏れないんじゃないかとどうしても気になってしまったぜ。本筋も毎回面白いわけじゃないからこういう回あっても別に問題ない。シャドウガーデンのことをなんも分かってなかった。超巨大組織でその頂点に君臨する7人が7影というのもさっき理解した。7影もリーダーのアルファ、あざといベータ、運愚かガンマ、ノースジデルタの4人しか把握できてなかった。いじられキャラ的にベータが使いやすいのはわかるけど、本編の出演的にゼータにもうちょい美味しい役どころあげてもよかったんじゃないかなって気もしなくもない。ベータは可愛くて好きだけど、七影で出演回数比べたらダントツ1位じゃない？2期はアニメだけ見てる人には意味わからなそうだけど原作組としてはこの路線でもいいわ。モンストでコラボするまでこの作品の名前すら聞いたことなかったけど、実際にアニメ見たら超面白くて見てよかったと思ったわ。ゼータは猫獣人なのね。水着に猫のマークもあった。デルタはキャラ立ちすぎだからな。ノースジ戦闘モードと尻尾フリフリ甘えモード、ギャップがすげえし他にはできない。まあ正直そのチケットでクレアお姉ちゃん誘ってっていう願望はあった。クレアと七影がプールで誰がシドのお嫁さんにふさわしいか競い合うんですね。わかります。しかしゼータはこのノリのまま今後原作展開なぞるんだろうか。イータは露出少ないからサービス多めでよかった。水着ならではって感じで、水着界に内容求めてるのがいて草生える。ギャグアニメなんだから力抜けよ。ギャグアニメ定期、クレヨンしんちゃんに本編進めろっていうようなものだと気づこう。イータのバニーやべえな。ベータはエルフのお姫様だったなんて、可愛くて頭が良いわけですね。アルファのシャドウ様好感度が限界突破してるのほっこりする。今回はアニメ影の実力者になりたくて兄より水着界の第8話に対するネットの反応、感想を紹介します。この動画が良いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。